て、なんかもう顔出すのめんどくさいんでこういう感じにするんですけれども、台風すごいですね最近。台風すごいですね。ちょっと災害多いなと、最近ちょっと災害多いなって思って、ちょっと不謹慎かもしれないですけど、ちょっと興味のある説があって、ガイア理論ってご存知ですかね。ガイア理論の話を今日じゃあしていこうかな。ガイア理論の話をします。ガイア理論っていうのは、例えば、地球上にいろんな動物がいますよね。人間含めて、ワンちゃんとかね、猫ちゃんとかいるわけですよ。で、そういういろんな動物がいて共に共存し合って、食物連鎖があって一つの地球という星を織りなしているわけですよね。で、これをもうちょっと大きな視点で考えたときに、宇宙という星の中でいろんな惑星があり、いろんな恒星があり、ね、いろんなものがあり、それ、なんか暗黒物質とか言われてるじゃないですか。そんなも含めて宇宙を形成してるって考えたときに、地球という星も一つの生き物なんじゃないかっていう考え方をするのがガイア理論なんですけども、また人間の話に戻るんですけども、例えば僕らが体調を崩した時って、鼻から菌が入って風邪をひきましたってなった時に、その菌を追い出そうとして、鼻水が出たりとか、菌を殺そうとして、体温が上がったりとかっていうので人間は体調を崩す。これ風邪のメカニズムじゃないですか。っていうので体調を崩すと思うんですけども、地球も同じことなんじゃないかっていう説がちょっとありまして、っていうのも地球のサイズから考えたときに、人間の数の人間のベストな数ってだいたい5億人前後って言われてるんですよ。それ以上増えると他の動物が減っちゃうし、それ以上減っても他の動物が増えちゃうっていうのでバランスが取れない。5億人前後がベストって言われてるんですけども、皆さんご存知の通り、今人口って世界中で70億人いるわけですよ。これはもう増えすぎてて、まあ、人間もそうですよね。体にタンパク質とかを、体に必要なタンパク質とかを、まあ、取らなあかんちゃ取らなあかんですけども、取りすぎるとやっぱ痛風になったりとか病気したりしますよね。そんな感じで今地球は病気なんじゃないかって言われてる、そのガイア理論者からは言われてるわけですよ。で、今、まあ、不謹慎な話ですよ。まあ、一つの説としてお話しするんですけども、人間の数を地球が減らしにかかってるんじゃないかっていう説がありまして、ちょっとこれ、そう考えるとなんか納得できなくもないかなとは考えるんですけど、そうは考えたくはないんですけどね。もちろん人間が減ってほしいなんて僕は思ってないし、自分の身近な人であったりとか、身近じゃなくてもね、頑張ってる人とかいっぱいいるわけで、そういう人らにはもう長生きしてほしいな、頑張ってほしいなって思ったりするんです。僕自身も含めてね、長生きしたいなって思うんですけども、いや恐ろしい説ですね。で、今人間が科学をこう進歩させていってる中で、2038年やったかな、なんかそれぐらいにシングラリティに到達するらしいんですよ。一つの分岐点っていうかな、AI ってあるじゃないですか、人工知能の AI、AI の進化の仕方って本当に倍ゲームらしいんですよ。なぜかっていうと、 AI が新しい AI を開発して、 AI を一個作っちゃうと、もうその AI が新しい AI を作って、さらにその AI がまた新しい AI を作ってっていう進化の仕方をするんで、人工知能 AI っていうのは本当に倍ゲームで進化するって言われてて、でその人工知能の IQ というか知能指数が人間を超えてしまうのが、その2038年、シングラリティって言われてるんですけども、AI って絶対人間必要じゃなくなる時がいつか来るわけじゃないですか。もうそこで知能は人間を超えちゃってるわけですから、そこから肉体を作ろうなんてのは多分簡単な話だと思うんですよ。ってなった時に、またその AI からの攻撃なりね、なんか災害を引き起こすようなものを作るなりっていうのがあるのかなってちょっと考えて、僕はちょっと
話がね壮大すぎてついていけないかもしれないですけど、僕はちょっとそういう目に見えないものに対してすごい恐怖を覚えてて、この先人類はどうなるんだろうと。でね、一応策を講じてる人もいるんですよ、これに対して。例えば、イーロン・マスクとかね、テレビでちょっと話題になった前澤さんとかもそうなのかな、前澤友作さんとかもそうなのかもしれないですけども、地球の中に人間が多すぎるなら、そうやって殺すとかじゃなくて、違う住める星を探せばいいんじゃないかって考える人もやっぱいるわけですよ。それで今宇宙開発っていうのが進められてるみたいなんですけども、米軍がとうとうね正式に宇宙軍というのを作りましたね。新しい軍が創設されるのは何十年かぶりって言って、まあ、そりゃそうですよね。航空隊があって海軍があって陸軍があって、まあ十分ですよね。で、サイバーのあれもあるのかな、インターネット上のなんか軍隊みたいなの、その辺わかんないですけども、まあ宇宙軍が正式に結成されたということでね、とうとう人類も宇宙開発に本気になってきたなっていうのは、このガイア理論と紐づくのかなと個人的にはちょっと思ってたり思わなかったりっていう感じなんですけども。